どうも、はじめまして、ボーノと申します。ですね、最後の講習は、まあ、皆さんも眠いと思うので割とハードです。手を使ってというか、結構アプリケーションを動かしてっていうので、今までみたいにウェブブラウザーでっていうところもありますけれども、どちらかというとその R という統計解析の、まあ、ツールが、ツールでかアプリケーションがあるんですけど、それを使うのをやってみようと思います。で、 R というツールはですね、 Mac でも Windows でも、まあ、Linux でも何でも動くので、そのアプリケーションを動かした中では同じようなコマンドを動かしますので、あまりプラットフォームに依存しないので、僕は一応 Mac で、このスペックの都合上 Mac で やりますけれども、まあ、皆さんは Windows で動かして、やっていただければできますので、ですね、で最初のところで多分皆さんいっぱいつまずくと思うので、そこは皆さん揃うまで、待って、やるということで、やります。で最初、実は僕の講習も先ほどの小野と一緒で全部ウェブページ MottoDB のところのサイトのところにありますので、どうしても早く、一刻も早くやりたい人はそこを見てやっといていただければいいんですけれども、まあ、ちょっとだけ僕の自己紹介させてください。せっかく来たので、はい。私こんな感じで今年の最初のネイチャーダイジェストにも、インタビューしていただいて、誰もがバイオインフォマティシャンの時代ということで、出てきているような人間でして、前からこのバイオインフォマティックスというものの教科書を書いたりですね、翻訳したりですねしてきてて、まあ、20年ぐらい研究してるんですけど、まあ、一応専門はバイオインフォマティックスっていうのの第一世代ぐらいになります。僕の先生世代は第ゼロ世代なんですけど、まあ、そういうのでですね、今日の午前中の最後に話のあった中村康和さんなんかは僕よりちょっと上の世代なんですけれども、まあ、彼なんかはゲノム配列をああいう具合に微生物とかアラビドプシス植物なんかで決められたこうキャリーを積んでこられたのに対して、私はそれを、そういうのが決まった時にそれをどう使うか、どうそれを機能を予測して使えるようにしていくかということを、まあ、研究してきていて、最初はやはり同じように微生物のゲノム配列を対象に研究してました。で当時じゃあどうやって使うかっていうと、全部その微生物から出てきたその遺伝子を機能を予測すると。で機能を予測するのに当時あんまり遺伝子の機能も体系化されてなかったので、一番体系化されてた酵素の遺伝子、酵素遺伝子に対してこれがどの遺伝子がどの酵素かっていうのを予測して、それを、まあ、割り当てていくというので、今 KEGG っていう有名になりましたけど、京都でやってる代謝経路のデータベースありますけど、あれの構築なんかにもちょっと関わりまして、それを使った、まあ、研究ってことでずっと、やってて、まあ、それがですね、まあ、哺乳類にも使えるんじゃないかということで、マウスの、CDNA っていうのを日本で決めた、まあ、ファントムってプロジェクトで、今も残って名前残ってますけど、そのファントムというプロジェクトでやはりその CDNA をどう機能予測するかということを、まあ、最初に、まあ、初めてやってましてですね。で最近はまあ、もうちょっとあまり今までモデルに最適に来なかった生物をってことで、まあ、田舩さんとの共同研究で昆虫なんかも、やってます。で残念ながら今ちょっと今ドメインって書いてあるんですけど、自宅サーバーちょっと、ですね、サーバーの不具合じゃなくてネットワークの不具合で今ちょっとつながらないので、しばらくしてからちょっとアクセスしてみてください。すいません。でツイッターとかなんかこれ、言ってるのをつぶやいて何とかしても全然かです。写真撮ってもいいですということですね。はい。で、まあ、こんなんで、ですね、統合データベースセンターのところに今働いてまして、まあ、今はそういうゲノム解析とかいうところからは一応一線を引いたつもりなんですけれども、こういう学会なんかの展示なんかで立ってですね、発表なんかの補助とかそういうこともやるのが一応、まあ、メインの仕事というか、まあ、仕事として働いてます。学校の先生とだからちょっと違いますけど、なぜかこういうの喋り慣れてます。まあ、そういうところで展示会で喋る一方ですね、データベースが使いやすくなるようにと、ライフサイエンス分野のデータベース使いやすくなるようにということで、いろんなツールを仲間たちと作ってて、今日はその小野と、太田という、まあ、仲間が話してくれましたけど、それ以外にもいろいろ、まあ、作ってて、先ほど来名前の出てたレフェックスとかグーグルなとかありますけど、まあ、そういうツールなんかを皆さんと一緒に作って、こういうサイトからアクセスできますので、まあ、見てみてくださいというところですね。でそれ以外にも、まあ、そういう
でっかい日本で進んでるライフサイエンスのプロジェクトなんかと協力してですね、そこのデータがさらに使われて付加価値が上がっていくようにというようなことで協力してまして、例えばファントム5のプロジェクト、まあ、今年今年度かいろいろ、なんとか細胞以外に理研からの成果としてこういうのがすごいちゃんと出てたんですけど、それでくすんじゃいましたけど出ててですね、それ の, データベースとかが使えるようにというようなことも、まあ、貢献してまして、そういうので、論文なんかにもちょっと名前入れさせていただいて、そういうデータがデータベースがよく使われるようにと、日本から日本のまあ税金で作ったそういうリソースがうまく使われるようにということで、まあ、先ほど小野がきれいに紹介してくれましたけど、ああいう形でレフェックスにそのファントムのデータを取り込んで見えるようにしていると、そういうことを、私もやってます。でなんですけど、そういうデータベースなんですが、まあ作ったからじゃあお前ら使えやという態度 のバイオフマティックスの研究者が、まあ、多いんですね。多くて、ひどいのはデータベース作って論文出したらもうそれではい終わりって人も多いんですよ。でそれじゃあいかんだろうと、使われてなんぼのデータベース、なんぼのツールでしょうということで、まあ、それでは良くないからというので、まあ、私どもが考えているというか、私自身がよく考えているのは、その実際にその作ったデータベースなりツールなりがどう現場で使われたか、使われているかと、そういうことを意識して、実際にそういう使われた実例もまあ作っていかなければということで共同研究してまして、まあ、それで、まあ、田舟木さんとの共同研究で、まあ、日本最近こっちか論文出て日本論文出していただいて、まあ、それを、まあ、農工大学を続けてやってて、田舟木さんとは多分4年ぐらいこれで研究一緒にやらせていただいてて、まあ、農工大に移られてから2年ぐらい、一緒にやってて、まあなんとなくこういう共同研究を続けてやっております。そういう、まあ、人間の坊能が、まあ、お話しさせていただきます。で、まあ、でその僕がですね、一番最初に言ったそのネイチャーダイジェストで何書いたか、何言ってるかっていうと、こういうこと言ってます。これからは生物学者が自身がデータ解析する時代なんですと。で皆さんの多分先生とかもっと上の先生はそのデータ解析は専門家に任せて、その人たちが言ってくることを聞いて論文書けばいいんだとか、そいつらにデータ解析は任せればいいんだみたいなことを言うと思うんですけれども、その先生たちの時代とはデータの出てくる量が違います。ものすごく多いんですね。とにかくNGS のデータを見ても分かったと思うんですけど、あんな感じで1回ランスするたびにハードディスクが1個埋まるぐらいのデータ出てくるんですよね。まあ、そういうぐらいになってくると、やはりデータ解析ぐらいは自分でできるようにならないと進まない、研究は進まないんですね。つまり研究進まないということは研究者として生きていけないというわけなので、データ解析ぐらいはできないと研究としては生き残れないような時代になってますよというのは、これの実は裏の意味でして、これぐらいは今言うような R ぐらいはもう10年以上前からアメリカの普通の研究ポスドクなんかは普通で誰からも、まあ、周りの人に教えられたんでしょうけど、そんなになんか、大げさに教え学部生から教えられてもいないのに使えるようになってましたから、やはりそういうふうに皆さんもなっていただかないと、厳しいんじゃないかなと。で R 今こう起動してそれで難しくて使えないっていうようだったら、ちょっと、そういうのはっていう感じだと僕は思いますので、ぜひ今だいぶ R も使いやすくユーザーフレンドリーになったので、これでも使っていただければなというふうに思います。で、まあ、前置きはそれぐらいにしといて R の話に戻りますけれども、まあ、そこで R ということなんですけど、アルファベットで R、 なんで R なんですかっていう聞く、まあ、最近言う人いないかな、なんですけど、これは実はアルファベットで S の前の文字だから R なんですね。でこれアホみたいなこと言ってるなと思うかもしれませんけど、これ本当で、実は昔 S 言語っていう言語がありまして、これは統計解析用の言語でした。でそれは結構S 言語っていうので優勝の言語として使われててですね、まあ、昔からは使われてたんですけど、やはりそれは優勝で自由でないということで、まあ、それのフリー版を作ろうということでプロジェクトが出てですね、まあ、IBM の一歩先を行くっていうので1文字ずつ前の文字を作った春とかいうのができてたのを知っている人がいるかもしれないし、いないかもしれないんですけど、それと同じで R って名前が付けられました。
でも R っていう名前はね、よくなくて、 R だけでインターネット検索しても全然引っかからないし、情報がないっていうので、結構僕は嫌な名前だったんですけれども、まあ最近はまあ R でもだいぶググっても出るようになってくるぐらい R は有名になりました。でまあ今春とかいう話もしちゃったんですけど、まあSPSS のまあフリーバンドで出てるのは PSPP とかいうふうな、まあ冗談みたいな名前つけるのがこの人たちみんなプログラマー好きで、まあ、そういう名前つけて、まあフリーなものがどんどんできてきて、そっちフリーなものの方が有名になっちゃった例としてこっちの R というのがあると思います。で、まあ、R は何かというと、ここに書いてある通り統計解析と可視化のための環境です。はい、だから環境なので使わないと、損です。で R とよく一緒に出てくるのにこのバイオコンダクターっていうのがあると思います。でこのバイオコンダクターなんですけど、まあ、バイオ C と略することも多いです。でこれはまあコンダクターっていうのはあれですね、半導体のやつですね。セミコンダクターで半導体ですよね。でまあそのバイオの、まあ、に対する、まあ、それをコンダクトするものということで、もうこれもだいぶ前、もう15年ぐらいやってると思うんですけれども、この R を開発している人たちとほとんど、まあ、同じような人たちが、まあ、一緒になってやってて、 R スラッシュバイオコンダクターって書かれることが最近多いです。それぐらいこの、バイオの分野で R を使うというのはもうほぼバイオコンダクターを使うということとほぼ同義になってます。なので、まあ、皆さんも多分今後使う場合はR というよりもバイオコンダクターの、機能というか、まあ、ライブラリーなんですけど、その一部を使ってなんか自分のデータ解析するようになっていくんじゃないかと思います。で R は言語なんですけど、バイオコンダクターっていうのは要するにここに書いてあるように大規模ゲノムデータの解析と理解のためのライブラリー群です。だからR で書かれたライブラリーっていうか、まあまあ、ある決められた計算をする関数の一群なんですね。なので、まあ、自分 の必要なというか今求めているような計算をするためのものを、まあ、探してきて、それを使えるようにするというのが基本的な操作になるので、別にプログラミングの知識いらないんですね、はっきり言って。なのでプログラミングできないからとか言って使うのやめるのはもったいない話なので、こんな感じでやれば使えるよって書いてあるのは世の中にいっぱいありますから、まあ、そういうページを見つけてきて組み合わせていけばプログラミング知識なくてもはっきり言って使えます。でもっとでも気にしないといけないのは、そういう、知識がですねどんどん更新されていくということです。で実はこの R なんですけど、バージョンアップがものすごく激しいです。で皆さんのパソコン、目の前のパソコンにバージョン入ってるのは 2.13 ぐらいなんですけど、今確か 3.13 ぐらい入ってるんですね。で多分それ4年ぐらい前 の R なんですけれども、まあその間ものすごい更新がありました。でちなみに今 その皆さんの目の前の2のバージョンにバイオコンダクター今入れようとすると、古すぎるから R アップデートしろってメッセージ出ます。なんですけど今のあなたたちの前のパソコンの環境からですと、残念ながら何も返事返ってきません。それはセキュリティの都合で、どうも閉じられているようです。R の中からバイオコンダクターにアクセスするのが閉じられているようなので、残念ながら今日はそのバイオコンダクターを使ってみせるっていうのがみんなのパソコンからはちょっとできないんですけれども、まあ、それの部分に関しては僕がデモしてみせます。そういう、まあ、ツールですごく頻繁に更新してですね更新していって、そのあるライブラリーが使えるようになったよって言ってもそれが維持されてないとすぐに使えなくなると。でどんどんこう維持してなかったら廃れていくそういう厳しい生存競争にさらされているこのバイコンダクターの世界というふうに覚えておいてください。なのでインターネット上で検索して出てきた情報も、つまり他の、まあ、ツールなんかに比べると情報が古い可能性がすごい高いと。だから同じように入れても全然動かないということが多いです。それは関数のバージョンが上がって、要するにライブラリのバージョンが上がってうまく動かない、もしくはオプションが変わっちゃったみたいなことが割と頻繁に起こります。ですので自分でその辺に対処していけるような知恵をつけておかないとちょっとうまく使えないというところがちょっと、まあ、面倒かなというふうに思います。
ですけど、まあ、その辺を覚えれば結構便利に使えますの でその辺なんですけど、まあ、僕も今日一応お話ししますが、あの本出てます。でこれはあの皆さんの実はここの大学の先輩である門田浩二さん、まあ、この人は工学部の人でしたけど、あのがあのこういう主にですねトランスクリプトーム解析に関して R の本を書かれてて、統計解析環境 R っていうので、これ去年かな出されたんですけど、彼は実はそういういろんなデータ解析をあの普段からしててですね、なんか R の R というか統計の偉い先生みたいに統計の勉強を普段してて体系的に本を書いたというよりは、彼がいろいろデータ解析を受けてて、受けていった時にこういうふうに使いましたっていうののメモをどんどん残していって、そのメモが貝塚のようにたまってですね、それをまとめて、まあ、あのウェブサイトにも上がってて、同じ内容がウェブサイトで検索すればあるんですけれども本にしたと、そういうものが、今共立出版に出てますので、もしよかったらこれは参考にしてくださいという、まあ、レベルのものです。まあ、そういうもので、まあ、まあ私もですね、田畑さんとはまあ実はあの共同研究ずっと昔、まあ、今はあんまりしてないけど、あの共同研究しててですね、その頃からまあ R をまあうまく使って研究にやろうっていうのは僕自身も彼もやってて、まあ、僕自身の方がまああの自分の研究をいろいろやってきたんですけど、その中で R を利用した例が何例かあるので、それに関してちょっと説明しながら、 R とはこんな感じで僕は使ってきましたと。まあ、バイコンダクターは今こんな風に使う例が多いんじゃないのかなって僕が思ってる偏見を皆さんに伝えれたらなと、時間のある限り伝えれたらなと思って、5時に閉まるそうなので、それまでにもう1時間半もないんですけど、あのお話ししたいなと、そういうふうに思ってます。まあ、なので、今からはあの実習になるので、いつでも止めてください。あのなんていうのかな、ティーチングアシスタントで今日来てくれた方もあの暇そうにしているので、ぜひあの、彼らも起こしてあげてください。で今日の今からやる話は、まあ、もちろんあの小野さんのやつもとか今までの話人たちみんな全員そうだったんですけど、この MODDB マスターオブザデータベースっていうのの略称のつもりなんですけど、データベースの達人になるというための、講習会のサイトアーカイブがございますけれども、それの AJAX52 というあの、まあ、さっきと同じページです。あの小野さんがずっと言ってくれてるのと同じページですから、僕の資料もリンクしてますので、そこから、開くとこからじゃあ皆さんと一緒に始めましょうか。じゃあ始めます。ちょっと前置き長かったね、すいません。よいしょ、映らない、これだと映らない、映らない、まあいいや。じゃあこのページをクリックしてください。するとですね、よいしょ、座ると映らない、はい、いいです。ができる限り頑張って立ちますと、ずっと下一番最後のここの R およびバイコンダクト使ったデータバイオデータ解析ってところのリンクをクリックしてください。多分僕のはあの、マシンサーバーを落とすようなことは、そういう華麗なことは考えてないので多分落ちないと思うんですけど、はい、こんな感じです。あって、R に関する統合テレビも、5作ほどありますので、あの終わった後に興味がある方はちょっと見ていただけるといいなと思ってリンクが貼ってあります。これは参考です。でですね、まあ、この辺に書いてあるんですが、これもいろいろ用意してきたんですけど、あの皆さんてかこの環境だといろいろできないということで、ですね、まず今日使うためのデータをダウンロードしてもらうんですけど、ダウンロード、インターネットのブラウザーでダウンロードする、ファイルをダウンロードするんですけど、そのファイルをダウンロードしたらダウンロードした先がどこに行くかは分かってないっていう人は、後でっていうかこっそり係の者に聞いてみてください。このサイトをですね、みんなで、まあ、GitHub のこのサイトを見ましょう。あ、これすいません、戻って、これはやっぱり右クリックで新規タブでいきましょうか。でこのサイトを見るとなんかよく分かんないこと書いてるんですけど、今日 のチュートリアル使うためのこれプログラムの一文なんですが、1個ずつこれをダウンロードしていただいてもいいんですけど、しなくてもいいです。ここに行けば
ダウンロード ZIP って書いてあります。でこれをクリックするとダウンロード始まるんですけど、これもまあリンク先のファイルをダウンロードするんですけど、まあどっか別名で分かるところにダウンロードしましょうという方がいいと思うので、分かるところにダウンロードしてください。でまあマスター .zip という名前で出てくるんですが、まあ自分の分かるところに置いてください。まあデスクトップでもいいですけど。でどうですか、ダウンロードはできました。したらですね、それを多分 ZIP だからダブルクリックしたら皆さんのでも多分圧縮はほどけますよね。はい、そうするとこの中にこんな感じでファイルができるんじゃないかと思うんですけど、それはできます、それぐらいできる、バカにすんなって、すいません。じゃあできたんならいいです。じゃあではですね、でここから、いやまだここはあれなんです、ここのまだ序の口なんですね。で今ダウンロードしてきた R のまあプログラム群なんですけど、まあ使い方はまあいくつかありまして、まあ今のは全部R の実行するプログラムが落としてきただけで、 R の実際のプログラム、本体のプログラムに関してはもう皆さんのパソコンはすでにインストールされてます。ですので Windows メニューかなんかどっかから多分起動すると思うので、まあ、R 起動してください。で実際にはですね、その R をダブルクリックして、まあ起動しちゃうと思います。まあ、これで結構です。ですけど、まあR を、まあ、コマンドラインからというか、まあ、そういうふうなウィンドウを起動しないで使うような、R をコマンドラインで使うような場合っていうのも手法もありますよということを知っておいてください。で今 R を今直接 R のダブルクリックして使っちゃいましたけど、その R をですね、R スタジオっていうその中から呼び出して使うというふうな方法もあって、多分普段皆さんがこれから使うんだったらこの R スタジオっていうものをインストール、別にインストールしてこの R スタジオからR を叩いて、まあ、使うとより快適な環境で R が使えるようになりますよというまあ話です。これはまあ今はいいです。でそれは OK です。でですね、皆さんじゃあ起動しましたよね。起動してじゃあ僕も起動します。僕ちょっと Mac なんで皆さんとちょっと違うし、ちょっと R スタジオ起動しちゃいますけど、でやった時に今いるディレクトリがどうかわからないですよね、これでダブルクリックしたら。で普通にコマンドラインで実行すると今いるカレントディレクトリがワーキングディレクトリになるんですけど、それは便利なんですけど、今どのディレクトリにいるか分かりますか？てか今実はダウンロードしましたよね、 AJAX のそのマスターってやつで、AJAX マスターっていうのをワーキングディレクトリにセットしてほしいんですよ。でこのセットワーキングディレクトリっていうことをしないといけなくて、そのセットワーキングディレクトリっていうのをどっかから探していただいて選んでください。すいません、これがちょっとめんどくさいんで、僕はデスクトップに落としのこのこれって選んだんで、これをオープンですればこれがワーキングディレクトリになります。もしくはフルパス皆さん分かるんだったらセットワーキングディレクトリっていうのにこのコマンドを入れればいいんですけど、この中は皆さん人によって違います。はい、ここまでできるまで皆さんと待ちます。セットワーキングディレクトリできた、ワークディレクトリーを選んでください。自分の落としたやつのさっきの AJAX-master っていうやつをどっかに落としたはずなんだけど、それを探してセットしてください。R スタジオはなしでいいよ、入ってるなら使ってもいいけど。ダウンロードできないんですか？できると思うけど、もしこれダウンロードできるとすごい使ってもいいけど、ワーキングディレクトリーってどっかで選べますか？
どっかから選べるの。俺も知らない。どこだったかな。ワーキングディレクトリーは、ごめん、ちょっとどこやったっけ。ネットワーキングディレクトリーって、どっかから、GUIから選べるんだけど。うん、はい。確かにここから、うん。エラー出たでしょ。だからディレクトリ設定してないからです。いや、まあここ入れたんですけど、これ読むなって。あ、これ日本語入ってるからです。しかしそうなると、非常に困ったことになる。デスクトップじゃないところに置かないといけない。それだと。うん。わかりました。はいはい。パスにデスクトップに置くと良くない。買ったりする。うん。これでいいですか。あ、それでいい、それでいいです。はい、それでいいです。それで大丈夫です。どこから出したそれ。ファイルを押して。ファイルだよね。変更です。はい。ファイルのディレクトリの変更から。ファイルのディレクトリの変更からいけた。さっきのセットワーキングで言って出る、これファイルのできた？いや、まだできてない。うん、だデスクトップっていうのが日本語だから。あ、うん、なるほど。じゃあデスクトップに置くとダメっぽいんですよ、日本語が。あ、そっか、すいません。じゃあデスクトップじゃなくて、ちょっとデスクトップじゃないところに置いてください。すいません。うん、Mac だとデスクトップってちゃんと出るんだけど、Windows だとどこがいいかな。今 Windows でどこがいいかな。あ、適当でいい。適当ってどこがいいかな。どっかドキュメント。C ドライブ直下がいいかもしれないですね。ちょっとめんどくさいですけど。うん、C ドライブ直下。仮想環境だからないんだよ。なのでワイドライブ、ワイドライブか Z ドライブは。こんな風になっちゃうんだよな。コンピューターっていうのが左の方に出てくると思うんで、そこを押すと一番上流に行くんですが、わかりますか。ポロさん前です。全然出ます、うん、ちょっと待って、やるんだけど、あれパスワードくれ。パスワード、パスワードなかったっけ。パスワードなかった、これの。全然わかんないから。あ、入ってんのかこれ。間違えた。これはこっちでやった方がいいかもね、できるやつは。なんでできないの。ググれない。ネットワークつながってない。そもそも。あ、でもケーブルはつながってるので、なんでしょうね。間違えた。よくわかんないエラーが出る。まあいいや。できないです。
これだね。このディレクトリに行かないとダメなの。これで、ディレクトリの変更どこにした？これ、Y っていうところの直下に置きました。 Y の、はい、そこにあのアジャックスなんとかって。あ、本当。はい、あ、でダウンロードとかもしかしたら日本語入ってるとダメかもしれない。じゃあこれのここね、直下に。直下に置いたので、直下に置いて、これでファイルで、ディレクトリの変更で、はい、Y。ないぞ。なぜだ。回答しました。君た賢いね。賢いな。おっしゃる通りでした。あ、いやでもマスターにデスクトップ、デスクトップ、うん、僕もちょっと賢くなったんで、これ Windows ちょっと使えるようになってきた。Y ドライブの直下に置いてください。あのダウンロードのしたやつのもう一個親のディレクトリに置いて、でこれを選んで OK と。セットワーキングディレクトリーの、あ、もうセットされたはずです。出てなかったけど、ちょっとじゃあ get wd 実行してみますか。あ、これ入ってますね。はい、
これで OK です。あ、すみません、映し方わからない人一緒にやりますんで。いや、これ大事なんだよ、これがこれが一番大事なんだよ。岩手の時もこれでずっとやったんで。はい、できた。ワイドライブか、今 C に出てるんですけど、うんうん、ワイドライブがないんですよ。 Y がない、ユーザー領域がない。人によってね、これ仮想環境なのよ、だから人によって違うのよ。だから C でいい、どこでもいい。とにかくデスクトップとかそういう日本語の文字が入らないところに置いてほしいんですよ。 R がね、実はすごい前時代の20世紀のプログラムであるために、そういう日本語の文字とか2バイト文字を認識しないんです、ディレクトリ文字として。いまだにフォートランのコンパイラーがいるんです、これ。R っていうのは古い。すいません、これ一体何をしたのか。まずはですね、ダウンロードしたよね。ダウンロードしたファイルがあるんだけど、フォルダーごとのやつで、それが、R は自分でこう独立にやったから、そのダウンロードしたものが R が認識できないんです。どこにあるかは知らない。あ、教えてあげたんですよ、要するに。教えてあげて、はい、教えてあげたんだけど、それも、この GUI の操作、マウス操作でやったよね、はい、やってそれが正しかったかどうかを、これ Get Working Directory、 今どこにいるかをこれコマンドで確かめて、そうだったから OK と、こうなってるから OK、 そういうことです。大体できた。いや、でも早いな、ここ。みんな意外とできる子がいるな。これができれば今日半分以上あったことになりますので、いや、笑うんですけど本当そうですね。これが一番大事で、はいはいはい。Y が入んない、うん、あ、まだ入ってない、設定しようよ、作業ディレクトリに変更で、この Y の中にこれだよね、これで OK、うん、でもう一回やってみて、これ Get Working で言うと、あ、ずっとほら、これで OK です。 OKOK、OK OK、さっきのがね、なんかの表紙にキャンセルしちゃってたんで、うん、そうそうそう。すみません、2回目だから分かってくれると思います。いや、私この間聞けてなかったんで。あ、本当。これですよ。そう、僕もあれログインし直してやってやっとできた。皆さんに見せることができた。あれは今のこの同じ環境、同じやつ、はい。ボーノさん、ちょっとボーノさんの状態で実行できるかどうか。あ、できるよ、できるよ。できる、やります。ちゃんとその入ってるプログラムの感じが全部読めるかどうか。じゃあですね、できた人は進めようと思うので、これ多分次のコマンドやってできなかったらできてなかったってことになるんで、これを先やった方が多分早いと思うんで、この1番のじゃあパイチャートってやつやっていきましょう。で、これパイチャートなんですけど、パイチャートって名前聞いたことあると思います。要するにアップルパイみたいな、パイの地図みたいなのをこうで分量を示そうというあれですね。それをまあやるんですけど、もうプログラムはですね、皆さんのその固めてダウンロードしてきたやつの中に入ってるんで、実はこのコード、そうか、このっていうのはこっちじゃない、ないんだな、ごめん、ちょっと待って、切り替えます、ちょっと待ってね。はい、ここにあるこのコードをコピーしてペーストをこっちに、R のコンソールにペーストして、実行すればすぐできます。すぐっていうか、できるはずです。で、なんかエラーが出たらできなかったということです。じゃあ一緒にやってみましょうか。じゃあやりましょう。これじゃなくてだな、あ、今のでよかったのか。あ、MODDB のページをちょっと僕消しちゃいました。
これですね、これをコピーしてコピーしていただいて、コマンド C でコピーして、さっきのこの R のここに貼り付けるってことします。まあ、1行ずつ貼り付けてもいいんですけど、一気に貼り付けても同じなんで、実は。はい、エラーが出ました。ファイルの2がない、あれ、これ2がない。あ、本当入れてなかった。くそ、あ、マジ入ってない。あ、アップデートするの忘れたかな。スタディ2がない。ちょっと待って、あれ、あ、そっか、すいません、皆さんのコードが間違ってるんだ。すいません、いきなり間違いがありまして、すいません、どっち直そうかな。まあ、これを切れば、あ、じゃあちょっとですね、すいません、僕これ間違えてたんで、ちょっと、あ、みんな、全みんな出ないと思う、これ、あの、僕がこれ、一箇所書き間違えてました。ここが書き間違えてまして、ここをスタディーにじゃなくてスタディーにしてください。すいません、ソースコードが合ってる、ソースコードが間違、あ、ソースコードは合ってるんだけど、あのギストが間違ってると思います。すいません、あの、MottoDB から辿ったところをちょっとリロードして、もう一回あのコピーしていただけますか。すいません、ちょっと間違ってました。このスタディ2っていうのがスタディの間違いでした。あ、ギストトラブル、GitHub 間違えてる。じゃあ、ああ、そうですね、すいません、私が間違えてまして、すいません、このこれが、この2が間違えてまして、この2がいらなかったんです。すいません、あのリロードしてください。そしたら消えますので、すいません、いきなり間違えてました。皆さんの間違いじゃなくて、はい、そうすると何も、塗るデバイス1で終わると思います。そしたら、あの、多分大丈夫で、そうするとですね、この AJAX52 マスターのところにpy1.png っていうファイ、あの、新しいファイルができてます。これをダブルクリックしていただくと、あれ、 png 開かないんだったっけ、これ、確か、あれ、あ、出るんだ、遅いだけだ、こういうのが出ます。そしたら書けたということです。すいません、申し訳ないです。はい、すいません、あの、僕のミスで、あの、ちょっと MottoDB のページの方が間違ってたので、あの、 一回リロードしてください。あの、うまくいかない人はリロードしていただいてから、もう一回、あの、その、一番上のコードをですね、コピーし直してペーストし直してみてください。そうすると何も言わないで、あの、終わっちゃうんですけど、R を実行するとここにあるような、こういう感じで出てくると思います。この PNG 以下の、ここは忘れてください。こういう感じで出てくると思います。塗るデバイス1とかいうの。そうすると、ファイルが、この、あ、間違えた。あれ、なんだよ、こいつ。こういう pi1 っていう新しい、あの、ファイルができてますので、それをダブルクリックしてみると、こういうのが出てくると思います。
これは自分でいちいち Excel で書いたんじゃなくて、こういうのができますという。何がやんの、ありがとうございます。パラパラとできてる人が出てきました。これ同じこと岩手でやった。こうやってですね。でこの時に新しいのを見る時にですね、一番更新日時で相当してみたら一番多分新しいの、今の時間ですねのものができてて、それがこれです。でこれは何かというとですね、さっき一番最初に、今日の一番お昼の最初に太田さんが、説明してくれたそのシーケンスリードアーカイブ、太田さんだけじゃなくて実は朝の中村さんも説明してくれたシーケンスリードアーカイブの中身の内訳の、これ内訳です。実はで、見て分かる通り、ゲノムのデータとトランスクリプトームのデータとメタゲノムのデータとエピゲノムとキャンサーっていうこの5つがあって、この5つの分類でどれぐらいの割合かというのを見て、ゲノムが3分の2ぐらいあって、トランスクリプトームがまたそれの残りの半分ぐらいあって、でメタゲノムエピゲノムの順番になっているというのが分かると思います。この分類に関しては太田さんがやってくれている SRA の方の分類で非常に簡略な分類になっているので、一番最初の例に使いました。でこれでこれだけ作って暇だっていう人は実はそれがこれ2の方にするやつだったんですけど、ここの部分のを変えることでいろいろ別のものにできますよということで、実はこのデータの中には用意してたかな、してないのか、してないか、してないですね。この辺の今はこの SRA by study とテキストっていうのを使って図を書いたんですね。実はこのコードを見ると分かると思いますけど、でこの SR study アンダースコア ORG オリジナルというものを使って、入れ替えて書くとちょっと別のになるっていうのを今からちょっとやってみようと思います。それが実はこれみんなでやる必要ないですが、これ発展の実は課題なんですね。これね、これ2って書いてるけど嘘ですよね。これね、これなんか間違えて書いてるな、名前変えたんだな、すいません。これちょっとで R で使うときにこれ1個ずつ書いてると皆さん打ち間違うことが多いので、これ矢印でたどると元にこうどんどん1個ずつ戻れるようになってます。だからでこう矢印でこう
矢印キーでやって、まあ、2つ目のやろうと思うとここでバックスペースで2とかやると2つ目のものが書けると。でこうやって1個ずつ入れていくとですね、SRA by study じゃなくてここにある SRA study アンダースコアオリジナルっていうまた別のデータが実は用意してあって、これで書くってこともできるってことで今やってます。アンダースコアオーリーグッドやってネームスダットデータでデータダットでこれで違うデータで、まあ、やってみた例を今作ったんですけど、そうするとこの Py2 っていうのを今作ってみたんですが、それでやると、まあ、こんな風にオリジナルのデータを使うとこんな風にもっと汚くてですねホールゲノムシーケンシングとアザーとトランスクリプトアナリスメタゲノムとかエピゲノムとかこういっぱいこういろんな少数派がいるっていうのが分かると思います。元々のデータはこんな風に入り乱れてるんですけれども、まあ、DBC レス SRA で簡略にしてくれるとこんな風にもうちょっと分かりやすくなるという、実例です。これが皆さんの多分書いてる同じ Py1 ってやつなんですけど、発展課題でやるとこのオリジナルっていう方を使うとこんな風な、まあ、別のものになるという話です。はい、まあ、これはこんな風に違うコードをこう打てばできるんですけど、まあこれも本当書けたよとかいう風な、まあそんななんかいろいろこう感激の言葉とかいろいろなく淡々とこの7行のコードでこういう風なのがまあ書けてしまうということですね。まあまあこれぐらいだったら1個だったらまあExcel で書いた方が早いんじゃないかって皆さん思うかもしれないですけど、これを多分例えばですね40個の組織ごと全部書くとかそういうことになってくると、まあ、すごい、まあ、嫌なわけです。でこれをちょっとずつその域値をですね変更して図を書き直してみたいなことをするわけなんですけど、そういうのを一気にできるといいなと思ってやったんですね僕は。これでそれに関してはこのブログじゃないわモッド DB のページの方に実はいろいろ僕が書いてるんで読んでくれればいいんですけれども、ここに書いてですね、ここですね、この辺に書いてあるんですけど、実はこのプログラムは僕が論文で2003年のゲノムリサーチを出すときに使ったものですと。でこの R の今のこのプログラムを作るような Perl のプログラムを書いて R で実行してましたということですね。でこのパイチャートでの分類っていうのは今みんな GSEA っていうので簡単にやっちゃってますけど、まあ、あれが流行る前にはこんなので機能分類を表現してまあ見てたりとかしてた時代がありまして、まあ、それのために作ってましたということです。すいません、ご対応ありがとうございます。だいたいいい感じ。作業ディレクトリーとそのファイルがちゃんと作業ディレクトリにあるかっていうのをもう一度で確認をしてできない。でエラーメッセージ見るとそんなファイルねえぞとかって出てるはずなんです。ノーサッチファイルはディレクトリーとかっていう場合はそこのディレクトリにそのものがない。当然そのもの読んで出たものよく確認してください。そのディレクトリに必要な材料を置いたりとか冷蔵庫に人参が入ったものではなくてまな板の上にちゃんと置いてあるかを確認してください。大体できました皆さん。まあ、ぼちぼちはい。できてない方手挙げてください。まあこの発展の課題なんかは後で復習にやってみてください。このプログラムのですね、まあ、いちいちこれも一個ずつ説明本当はした方がいいかもしれないんですけど、変えるべきところはこの
出力するこれファイル名一番最初に宣言してます。ここを変えればいいです。あと、読み込むデータはここのリードデリム2っていうところを指定してて、ここのテキストファイル指定してますけど、ここの名前を変えれば実はいろいろできるようになってます。で今日お配りしたそのファイルの中に何個かテキストファイルが入ってて、それの中の何個を変えてみるといろいろ書けるようになってます。あと図のですね、図っていうか出たグラフのタイトルはここで指定してます。最後のから2行目でこう変えればいろいろそういうタイトルが中に埋め込めるという感じになっております。あとはR の処理を繰り返してるだけなんであんまり重要じゃなくて、ただ最後のこのデブオフっていうのは忘れないようにしてください。これをしないと画像の生成が終了しませんので。じゃあそこができればもうあとどんどんできると思うんで、できる人はこれコピーしてやってみてください。じゃあ2個目これ僕やってみますので検算がてらやってみてください。で階層的クラスタリングなんですけど、階層的クラスタリングはもう最近あんまりもうしないかもしれませんが、こんな簡単にできますということですね。R の中の関数の H クラストっていうのを使えばすぐ簡単できます。それだけです。でこれでやっぱり同じように、コピーしてですね、これが R の中でここで、全部貼り付けると出ます。なんか警告メッセージ出ますけど正方行列でありませんとか言ってきますけど、いいです、無視してください。警告はいいです、無視してください。で最後ヌルデバイスって出ましたけど、この hclust.png っていうのに、ファイルができてて、それが何かできてれば大成功です。じゃあ見てみましょう、できてますかね。こういう時は更新日時で相当してこれですね、ここをダブルクリックしてみましょう。はい、できてました。はい、大成功です。エンドログラムでこの X と Y と Z に関する3つのすごい一番簡単なエンドログラムを書いてみたという階層的クラスタリングの例です。でこれはですね、元データを見ると分かるんですけど、元データはこんなんです。ちょっとこれ開業が悪いから分かりづらいんですが、無理か。これどうしようかな。ブラウザーで見るか。こういうちょっとちっちゃくて申し訳ないんですけど、こうですね、こういう X と Y と Z っていう遺伝子があったと主体して ABCD の状態でどういう状態だったか、発現地だと思っていただければいいんですけど、こういうふうな発現地だった場合にどういう階層的クラスタリング関係になりますかっていうのを計算するのはさっきの H クラストっていうハイラルキカルクラスタリングの略で H クラストという、関数なんですけど、実は R に一番最初からもう入っててバイオコンダクターとか入れる必要なくできる計算でした。これは割と簡単なんでできたんですけど、これは10年前にもやっぱりこれはみんなできなくて、これのやり方を書いてただけでタンパク質拡散酵素とかに書いてレビュー出して、皆さんに読んでもらうようなことを後輩の、後輩君と一緒にやったりしてましたというのが、思い出話として書いてると思います。ここの辺ですね、これですね。このプログラムはかつて、タンパク質拡散酵素のレビューに出したものでって書いてあるやつですね。これですね。ちょっと見づらいかな。もうちょっと字を大きくしよう。
これですね、はい。まあ、そんな感じでエッジクラストも多分簡単にできたと思います。でここから先がちょっと説明がいるのでまた戻りますが、いいですかね、大体。あ、今2番終わったとこ。2番までついてこれてる。これでないから。2番は何を出すか。階層クラスタリング。階層クラスタリング出てる。エッジクラスト。2番。2番出てないから。これ出ました。これ出ました。まあ、出たと思います。で3番の課題は本当は一番最初のところからみんなとやりたかったんですけど、バイオコンダクターが入らなかったんでこれは、やめましたが、やめたのでやらないから念入りに説明してお話したいと思います。でこれが実は割と実務的な話で、アフィメトリックスのデータの正規化と成分分析ってことで、さっき の小野さんの話にあったアフィメトリックスのデータを再利用するという時に自分でこれやらないといけない作業なんですね、正規化ね。で正規化済みのデータも転がってる時あるんですけど、自分のデータと一緒に評価したいとか他のデータと混ぜてそれのセットで自分は評価したいとかいった時には、で正規化をやり直さないといけません。ですのでこれが必要になってきます。でこのブログの先がちょっと今ちょっとこけてるのでちょっと見れないのですが、クリックしなくていいです。しなくてもここに大体分かるように書いてあります。でこの、正規化っていうのはアフィメトリックスの正規化はこの RMA っていうのをよくやります。でこの RMA っていうものの正規化、まあ、ノーマリゼーションは計算が重くてですね、多分普通のパソコンとかこういう、端末室のやつだと1ギガとか2ギガぐらいしかなくて、多分みんなでやると、それぞれのパソコンメモリ少ないのですぐ落ちちゃうんですね。なんで自分の普段のパソコンとかちょっとメモリーがたくさん積んであるようなものとか、共用のでも、まあ、ラボのでっかいパソコンなんかでちょっと実行してほしいと思うんですけれども、今はちょっとやりません。なので、メモリーがたくさんいる計算だと思ってください。まあ、CPU はそんなにいらないんですけど、メモリーがたくさんいります。でこれはバイコンダクターっていうのを使って、その R のアフィっていうパッケージがあります。これはアフィメトリックス関係の計算をやるライブラリーがあって、これはバイコンダクターの、パッケージとしてアフィっていうのがあって、それをまあ呼び出すということで、この2行を書きます。で一番最初がこれバイコンダクター使うよっていう、これおまじないです。ソースなんとかなんとかバイコンダクターなんとかって書いてるの、これバイコンダクター使いますっておまじない、必ずこれは入れてください。何回やっても入れないといけないです。で2行目はバイオシーアフィっていうのは、これはバイオシーってバイオコンダクターで、ライトって書いてるのはバイオコンダクターでも軽量版を使いますって意味で、まあ、ほとんどみんな軽量版しか今使いませんので、バイオシーライト でこの後にアフィって書いてるのはアフィメトリックスってパッケージ入れますってことなんですけれども、アフィメトリックスというパッケージを実行するに必要に実行するにあたって必要なパッケージも全部一緒に入れてくれます。ですのでこれを指定することでちょっとしばらくこれいろんなパッケージをこうガン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 インストールするので時間かかります。でですね、それをしてちゃんとアフィメトリックスのパッケージが入ったらここからこの下のコードありますけど、まあ、これを2つができたらもうこのあと2行で実は正規化ができちゃいます。ライブラリーアフィっていうので、そのアフィメトリックスのライブラリーを呼んで、で次のコマンドですね、このライト XPR で justRMA でファイルイコールなんとかってやると、もう、RMA の正規化を始めます。でこれはファイルっていうのはこれ自分の RMA 正規化をしたいもともとの正規化する対象のファイルで、今自分がワーキングディレクトリーにいるところにその正規化する前のローデータ、もともとのデータですね。アフィメトリックスの場合は拡張子 CEL っていうセルファイルって呼んでますけど、そういうものですね。それを10個とか20個とか100個とか
今いるディレクトリー、そのワーキングディレクトリーにそれを置いといて、その置いといたものが全部正規化されるということになります。でこの際気をつけないといけないのは、セルファイル置くんですけど、全部アフェンドリックス の, マイクロアレイ同じものじゃないとダメです。違うものは正規化できません。で同じ生物種でも違うカタログアレイだとできません。だってマウスで同じじゃないかって言うんですけど、時代が違うと使ってるアレイが違ったりして正規化できないものが多いです。ですのでそれが同じかどうかっていうのでエラーで詰まる人が多いようですけど、同じプラットフォームから得られたセルファイルってものを置いといて、で正規化した先のファイルの名前は何かっていうのをさえ指定すれば、この本当ほとんど実はこの1行だけで正規化は終わってます。で普通にやると100個ぐらいの正規化だったら普通のパソコンだと5分ぐらいで終わりますんで、そういうのですね。それを実行すればできますという書いてますけど、今日はこれ特にやりません。でこの rm.text っていうのはすでに皆さんにダウンロードしてもらった中に圧縮した形で入ってるんで、それをほどく作業を今からちょっと一緒にやりましょう。そうしないと次のものができないんですけど、この実は RMA の正規化っていうのは先ほどの小野さんの論文で、以前に使っててっていう話が下に実は後で出てきます。でじゃあ皆さんの中に隠されているこの RMA.text っていうものをちょっと復元しましょう。実は隠してあってっていうほど隠してもいないんですけど、どうだっけ、これか。もう一回ちゃんとやりますね。皆さん、Y ディレクトリーの多分直下に置いてくれたと思います。Ajax-master っていうの。でそれの中に、さっきから H クラスとか Py1 とかいうのを多分見てたと思うんですけど、その中にですね、results っていうディレクトリーがあると思います。ディレクトリーがフォルダーがあると思います。それをクリックしてください。ダブルクリックすると、その中に実は、答えの PNG があったんですね。隠されてました。のと、あと実は、この rma.text.zip ってなります。で、なんでこれ、こう、圧縮してあるかというと、不便なのにと思うと思うんですけど、これには理由がありまして、でかいからです。これ、大きくて、今圧縮して2メガしかないんですけど、これダブルクリックすると分かると思うんですけど、回答されます。そうするとですね、なんかデスクトップ行っちゃって、なんか変なディレクトリー出ちゃったんですけど、5メガになるんですね。っていうふうに、圧縮すると、ファイルサイズがちっちゃくなるからいいんですね。はい。でこれを、圧縮解凍されたものをですね、このマスターっていうさっきのやっぱり同じディレクトリーに入れてほしいんですよ。それにはもう一個これ戻ってですね、こっち側でこれを、ドラッグ&ドロップしてください。これここにポンと、そうすると rm.text っていうのがこの AJAX52 マスターってところの下にできます。でこうしておいてから R にまた戻りましょう。で分かりました。今の聞いてなかった人はもう一回言おうか。大丈夫？聞いてなかった人は周りの人に聞いてください。もしくは捕まえてください、内藤さんを。大丈夫ですか？皆さんちゃんと聞いてたんで、それは偉いでですね、じゃあ続きのやつをやろうと思うんですけど、この RMA のテキストっていうのは正規化したやつで、どんなデータが出てきてるかっていうのは、せっかくなんで参考なんで見てみようと思うんですけど、どうやって見るかっていうと、でっかいファイルなんで普通にダブルクリックすると、あまり、いい結果が起こりそうにないので、さっきと同じでこのAJAX マスターに置いたこの RMA テキストっていうのをこのインターネットエクスプローラーか何かにこうドラッグしてドロップしてみてください。そうするとここに表示しようとしてくれます。ちょっとでかいのでちっちゃくしますけど、よいしょ、あれ、ああちょっとでっかいからか、え、あ、こんな風にプローブ名と数値数値数値っていうのがずっと、でこれ実験ごとなんだけど、実験ごとにどういう数値だったかっていうのがこう列記されると、そういうふうになってます。こんな形のデータがずっとこれ
プローブの数だけずっとあると、ザーッとあるという形になってます。ありがとうございます。で、まあそれはまあまあこういうデータになってるんだっていうのを見ればいいと思います。まあ今エクスプローラーで見ましたけど、まあこんなのになってます。それで説明の方に戻って、あまり時間がなくなってきたんで、ちょっとこの成分分析ぐらいまでやりたいと思うので、ちょっとやりましょう。で、まあこの辺のこぼれ話はまあ後で読んでおいてください。まあ、小野さんの論文に使いましたということです。で、成分分析は PCA とも言って、よくまあ使われる解析だと思います。プライマリーコンポーネントアナリシスで、これをまあ実習さんでやるんですけれども、この今ダウンロードしてデータ作ってもらった rm.text っていうものを使って主成分分析をしてみたいと思います。で、これはまあ入力として必要なんで、今さっきやらなかった発展のやつのものを圧縮して使った出してきたんです。で、まあ、現在作業してディレクトに置く必要があります。 さっきの作業で置きました。で、でもうあとはこのスクリプトを実行しろということです。これをだから R にコピペしてやってみましょう。じゃあやりますよ。これをコピーして、コピーして R で R に貼り付けると。そうすると、皆さんもこんなん出ましたか？出たらこれ正解です。大成功です。こんなん出ました？で、これは主成分分析をして、その結果をまあ可視化しろということをしてるんですけれども、最後にというか結果として出てきたこの3つ、3つじゃない、このなんか色が4色ぐらいになっているこのちょっとなんか長ったらしい GSM のなんとかなんとかって書いてますけど、これはゲオの ID ですね。ゲオっていう今日あんまり出てこなかったんですけど、その遺伝子発現データのアーカイブがあるんですけど、その中に登録されている番号としてこれ出てます。で、これ色を分けてるのは、実はこれ自分でここで色を指定してるんですけど、最後のところで、実はこれは3回の繰り返し実験をしているものを4種類違う実験でこれまとめてて、同じ実験同じ色になるようにして、違う実験が違う色になるようなこう色付けをしてます。だから繰り返し実験は同じようなところに来るはずで、実際同じようなところに来ていると思います。で、これをその主成分、第一主成分と第二主成分でプロットして、こんなので、まあ同じようなところの位置に来るようなものは似たようなまあ傾向を持つというまあものを見て、これは見てて、まあこういう繰り返し実験でこれとこれの黒と青でやった実験は割と近いところ、違う実験だけど近い特徴を持つんじゃないかと、そういうふうなことがまあ分かるというようなまあ形になっています。で、これは思いっきり生のデータをやったので、すごい汚くて、このセル .gz とかなんかよくこうあまり見たくないような、こういうこれ辺は消したいなっていうふうな思うようなことがいっぱいあると思うんですけど、こういうものをまあ消して、まあ、見やすくしてというふうなことが、まあ実はバイオインフォマティックスのこうなんていうのかな、細かいこう作業として必要になってくるんですけど、こういうのはまあ自分でできるようになるといいなと思うので、そういうのはどういうふうにしているかというのがここに書いたりしてるんですけど、要するにこの元々のデータからこのセル .gz っていう部分をまあ消しといて計算をしなさいっていうことが書いてあります。これちょっと今日見れないんですけど、僕のサイトこれ落ちててすいません。まあそういうようなことができたと思います。PCA できましたか、皆さん。で、 PCA 自体はこんだけ本当やることで実はすごい簡単なんで、これも本当8行ぐらいできるもので、ちょっとずつ変えればよくて、変えるのはこの
テンプレートで本当ここの rma.txt っていうところと、あと出力のここでどういうあのカラムにどういう色付けをするかというこの部分ですね、赤、青、緑、黒を何個ずつ、これは3個ずつ3個ずつっていうふうに書いてますけど、そういうのを変える部分とか、そういう部分をまあ変えろということです。はい、いいですか。じゃあですね、もうまあもうほぼもう最後なんですけれども、それでは最後のやつにちょっと行くんですけども、ちょっとこれは違う、最後のものに関してはちょっともう なんかこれちょっと切れてますね。ちゃんと書いたのにな、なんか資料が消えてますねこれ。すいません、これちょっと後で足しときますけど、これちょっと資料が消えちゃってるな。まあいいや。で、川崎どうしようかな。どうしようかな。さっきから実は何回か NGS の解析の話出てきたんですけど、ここからまたちょっとパワーポイントのちょっと説明に戻るんですけど、 NGS のデータを使うの、まあ、恩恵の一つとして今までマイクロアレイでやってきたトランスクリプトームの測定とか解析がNGS でできるという RNSSEC というのが皆さんやってて、簡単に言うとマイクロアレイだとこの普通にスキャナーが出てきたのをまあ遺伝子ごとにまあ発現量を定量して、それをまあいろんなソフトで解析するということをやってたんですけど、まあ、それがですね、NGS の場合ちょっと手間が増えて、予測転子単位量ごとの発現量をまあ出してきて、いろんなソフトで解析するというふうに変わってきました。で、で今までのマイクロアレイのデータだったら、そのスキャナーが出てきたデータをまあ Excel にでまあ見てですね、まあ、それをまあ解釈するということが簡単にできたんですけど、まあ、NGS の場合はちょっと元々のデータが配列で非常に多すぎて、Excel だと開けないとかなんかいろいろあってできないと。だからこんなふうにコマンドライン操作とか計算機パワーとかがすごいいるような時代になってますと。でまあこの辺の話はいいか、ちょっと飛ばします、時間ないんで。これも太田さんが宣伝したからいいです。これもいいです。でまあ二階堂さんが書いてくれてるんですけど、それで出してきたコマンドの結果を解釈する R のこのカマーバンドっていうツールがですね、ただで使えますという話をしようと思ったんですけど、ちょっと時間がないので、一番最後の部分だけをちょっとお話しします。ちょっとこの辺は発言量を定量するっていうのに一連の流れで僕がいつも、いろんなところで講演しているやつなんですけれども、コマンドライン操作がいってですね、例えばこのマッピングに時間がかかる、マッピングとアッセンブルに時間がかかるっていう話をしてたんですけど、実はそのマッピングだけじゃなくて、その後にですね、RNA をこうスプライスバリアント予測推定してみたいなのも割と時間かかります。1個サンプルあたり 1.5 時間、 Mac Pro で12個 CPU 使ってもそれがかかると、結構かかるんですね。発言差の、違いを見るようなコマンドを走らせるのも結構時間がかかると。でこんなコマンドラインのおまじないを書かないといけないと。で、でここからがあれの話になるんですけど、せっかくなんでちょっとそのコマンドラインで使う部分を見てもらおうと思って、ちょっとやるところを見てもらおうと思います。で、この辺のコマンドを実行するだけなんですけど、この辺の、今見てるスライドに関してはもうすでに公開しているものをまた見せているだけなので、URL はこの
テキストからリンクしてますから、あのこの、この煩悩の発表資料ってやつ、これですね、これをクリックしていただければ実は誰でも見えます。このフィグシェアっていうところにシェアされてますので、今見せてたやつは実はあのここで行けば誰でも見えますので、まあ見てください。ちょっと時間ないんで僕も飛ばしますが、でこれじゃダメなんだ。ちょっと待って。ちょっと待って。これじゃないんでしょ。で、あの普通に R 使っているとこの R スタジオとか多分皆さん使うようになると思うんですけど、これでも結局はワーキングディレクトリー設定しないといけないっていうのは一緒です。あのこれを使ったらあのそういうのを推定してくれるように賢くなるとかそんなことは一切ありませんので、その自分のある自分のデータの置いてあるところは自分で常に把握してないとダメですって、なんか幼稚園みたいなこと言ってますね。そういうことです。これでどうだ、プレゼンテーションのアジャックス今日のこのカフディフですね。カフディフじゃあここか。ここを選んでオープンか。で、あの、そのカマーバンドっていうのの呼び込みもやっぱりあのバイオコンダクターの中のものなので、ここに書いてある通り、これですね。ちょっとあれか。このやっぱりバイオコンダクターを呼ぶため の, あのおまじないを唱えます。これね、これを、唱えます。よいしょ。そうするとバイオコンダクター最新版入ってますよと 3.0 で、ですね、また戻ってバイオシーライトのこのカマーバンドっていうのを呼びます。これはまあ R でそのカフリンクスの結果を見るためのソフトです。ソフトというか、まあ、あのバイオコンダクターのライブラリーです。そうすると、こんな風にロードが始まって、ちょっと待ってください、ね、使える状態になるまでちょっとしばらくかかります。これはですね、あの今あのアップデート、新しいのが見つかったけどアップデートしますかってことなんですけど、今急ぎなんで何もしません。で、それで、まあ、この辺なんかやれって書いてますけど、まあこの辺いいです。でここから何やるのを見せるかっていう、こういうライブラリーでやっぱりカマーバンドっていうのを、使いますっていうのをもう一回呼び込んでですね、まあ、ワーキングディレクトリーもすでにしてますから飛ばして、まあ、こうカフリンクスのディレクトリーどこにありますかっていうのをこれ指定するんですけど、これは実はその NGS の計算をしてカフリンクスっていうものを実行してその結果がないとこれできません。でそれもまああるのでこれあのできて、本当は時間に余裕があったら皆さんに配ってやろうかと思ったんですけど、ちょっとできそうにないのでできなかったのですいません、今回はまあなしということで、これでで指定して、でこれでリードカフリンクスっていうのをすると、このカフリンクス用 の, あのデータベースっていうのをここカフデータ .db っていうのを作ってくれて、この発言差のデータの、まあ、データベースを作って、でこれで R 上でいろんな可視化を作るための、まあ、あの基礎データをこれ今作ってくれてるんです。でこれができたら例えばどんなことができるかっていうのをちょっと見せて終わりにしようと思います。例えばこの発言の密度分布プロットとかいうのがこんなんでできますよと。終わんないな、ちょっと待ってください、もうちょっとしたら終わりますね。
あ、終わりました。でこれでこんな感じで指定して、これでデンスとかってやるとこういうふうに出ました。これちょっとまあこれ横にあの発現のこれ強度が出てて、でどれぐらいの遺伝子があったかというこのデンシティがこの、コントロールとあのこれノックアウト BRD4 っていう遺伝子をぶっ壊したノックアウトマスターだと思うんですけど、そうするとどういうふうにまあ発現の差が全体でこう分布として変わるかというのをまあこんなふうに簡単にまあ可視化できるというまあことが例えばできると、まあそういうようなことでまあこの中でいろいろ発現のまあツールとかをできるんですけど、じゃあどんなことができるかっていうのを知りたくなったら、ここでヘルプとかでボルケンのプロットはこんなんで書けますとか、こういうことをここでパッケージについてこう一個ずつクリックして調べていけばいろいろこう分かると、まあ、もちろん英語ですけど、まあ、そういうふうなものがまああの簡単にあの R が使えるようになってますので、ぜひ皆さんも R の達人になってやってほしいんですけど、最後ちょっとワンモアシングということで、見せたいものがあります。それは何かというと、iWatch じゃなくてですね、あんま面白くなかったですか、すいません。供託こっちの方に実は書いてあったんですけど、下で消えちゃってるので、なんか Git のハブ、不具合で消えちゃってるので覚えて書いてほしいんですけど、 R グラフィカルマニュアルってやつです。でこれはまあここで検索していただけると一番嬉しいんですけど、 R グラフィカル マニュアルってやつで、これで検索すると多分一番上に NIGACJP の入ってるものが出てくると思います。これが大正解です。でこれは実は 何かというと、その R で実行した結果がどんなグラフを入ってくれるかっていうのをライブラリー化してくれてる、可視化してくれてるサイトです。でこれは私今勤めてる遺伝研の同じフロアの先の方の小部屋に住んでいる小笠原さんという方が作られてて、このどんなことができるかっていうのをこれでここで検索すればですね、それに合ったグラフがパッと見えるんですね。例えばさっきのカマーバンドとかでどんな図が出てくるか、カマーバンドとかでどんなのが出てくるかっていうのをやると、カマーバンドでどんな図が描けるかっていうのは、あ、間違えた、こんな風にカマーバンドで検索するとこんな風に出てきて、カマーバンドで描ける図はこんなのがありますよって、あ、僕はこんなのが欲しかったんだと思うと、それに関するマニュアルがすぐこう見えると、読めると。でそれで生成される図があんな風に出てるんですね。これはどうやってるかというと、実はもともとこの、R の中にはドキュメントがいっぱい書いてあって、そのドキュメントの中にも例が書いてあって、例を実行すればちゃんと図ができるはずなんですね。でそのできた図をこういうふうにしてあると。だから逆に言うと、今のバージョンで実行できなくてこけちゃったら全部ここから外れていくと。つまり今、自分が実際に試して生成可能なグラフはここから検索できるようになっていると。そういう素晴らしい仕組みでですね、すごいこの R のユーザーたちからも支持されてますし、普通にまあ R のことをインターネット検索するよりもすごく有益な、しかも視覚的な情報を得られると思うので、この R を使う上で R グラフィカルマニュアルだけ覚えて帰っても今日の話は価値があったんじゃないかなと思いますので、ぜひこれだけ覚えては帰ってください。はい、今日の話は以上です。